こんにちは飯野、e、愛です囲ってみよう攻めてみよう第二回は囲いを覚えようその一を解説しますさあ今回は囲いを覚えようその一ということで振り飛車編の囲いを紹介していきたいと思います この振り飛車の特徴は何と言っても覚えやすい相手が何をやってきても使える戦法だと思いますそれでは早速手順をやっていきましょうまずこのスタートの地点なんですが初手7 6歩とついてあげましょうこれ角の1個斜め前にいる歩。 を突くの角道を開けるとも言うんですがこの今このスタート地点は角動ける場所ありますか一つもありませんでもこの歩を一個ついてあげるだけで相手の陣地までいっぺんに通ることができるんですねプロの間でもこの7-6歩というのは初手最も多く刺されている一手だと思います さあここで皆さんには居飛車か振り飛車かを決断していただきたいと思いますこのまま使うことを居飛車と言いますが今回は振り飛車編ということで飛車を移動して使いたいと思いますさあ振り飛車をやりたい皆さんここで一手大事な手をお伝えします 六六歩この一手を怠ってしまうとこれ七六歩に相手が三四歩と相手も角の道を通してくる可能性がありますその時にこの角がお互いぶつかり合った状態になっていますここで六六歩を刺さずに単に振ってしまうと相手から八八角なり 銅銀と角を交換されて持ち駒にされてしままう可能性があります持ち駒はいつでも好きな時に使えますのでこういきなり四五角のような手が飛んできたりとかちょっとこう行っ,て行って行って駒組みをするときに相手の角が打たれる場所がないかとか読む量が増えてしまうんですね。 ちょっと上級者向けになってきますなので最初穏やかにゆっくり安心して組むために66歩と角の道を止めてあげますこうすることでもう交換される心配がないので安心して飛車を移動することができますさあ 飛車の位置が決まりまました飛車の位置が決まったら次は囲いに入りますさあこの囲いなんですがなんでおうちを最初に作らなければいけないかなんですがこの状態のことを異極と呼んでいますこの地点なんですが例えば一つ例を挙げると中盤で戦いが起きますよね。 相手が攻め込んできました金銀がたくさんいるようにも見えい,いて安心のようにも見えるんですがこれだけでも王様の逃げる場所が一つもなくなっているんです。狭いですそしてこれ桂馬というこうちょっと特殊な動き方をしますが。 テーマ1枚持たれるだけで実はこの様詰んでしまいますこういう負け方をしてしまってはちょっと悲しいですよね一、ね、つ今例を挙げましたか。本当にこういった例がたくさんあるぐらい威玉は危ない形とされています威玉は避けよという格言もあるくらいここの地点は危ないとされていますので 動いてあげますさあ動かすとき前回の囲いの条件3つ覚えていますか飛車と王様は反対側に持っていきますこっちに行くと近づいちゃいます離してあげましょうそして真ん中から2歩以上動かしてあげます1歩これは動いたことになりませんよ 必ず真ん中から2本以上動かしてあげますさあ振り飛車の場合はさらに深く2八玉まで行ってあげましょうそして3八銀と上がりますこれが片身の囲いという名前がついていますこれもちゃんと囲えているんですが囲いの条件その3は 金二枚と銀一枚の三枚のお家を作ろうでしたこれだと金と銀しかいませんのでもう一枚参加させてあげましょう金二枚銀一枚本身の囲いこれ身の囲いという名前がついていますもうフレビシャ刺す方はぜひこの囲い覚えていただきたいです硬い綺麗 囲いやすいというもう3拍子揃った人気の囲いとなっています今これでもうお家ができましたこれ歩を屋根だと思ってくださいそしてこの1六歩窓です窓を開けて換気をしてあげましょうこれで空気がきれいになりますこの1六歩終盤で王様の 逃げ道がでできききるんすすね必ず生きてきます何気ないふなんですが大事ないってて窓を開けてあげましょうさあここから美濃囲いは進展しやすいリフォームができるというのがこの囲いのもう一つの特徴です今この2階建てのお家をでは3階建てにリフォームしていきましょう さあ屋根を1個突き上げて高くしてあげますこの時もこちら3-6歩からついてしまうと5-5角のような大手がいきなり飛んでくる可能性がありますこれもすぐ積むわけではないですが負けてしまうわけではないんですがちょっと怖いので4-6歩とこちらから歩を屋根を高くしてあげてあげるのがいいと思います そしてこちら3六歩とついて4七金高くなりました高みの囲いと言いますさあこれであとは馬を跳ねたりすするような形形もいいいとされていますちょっと囲いは薄くなりますが終盤で攻めに参加するようなこともできるのでこの形 高見の囲いですねさあここからさらに2六歩とついて2七銀3八金これが銀冠と呼ばれています王様が銀の冠をかむっているようなところからこの銀冠という名前がつきましたさあこの高見の囲いと銀冠は上部に手厚くてとてもいい形なんですがちょっと手数がかかりましたよね。ということで。 相手がのんびりしてきた場合はこの形も持っていくのはいいんですが最初はとにかくこの身の囲いを覚えていたら振り飛車を指す方はいいと思いますいかがでしたでしょうかここまで振り飛車編の囲いを紹介してきました次回は囲いを覚えようその2を解説していきます